泉の一葉松泉の一葉松は、福島県南相馬市原町区に生育している黒松の巨木である。推定の樹齢400年以上とされるこの黒松の古木は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波被害を耐え抜き、海水による塩害にも負けずに生き残った。泉の一葉松は、 海岸から約1 5キロメートル内陸に入った南相馬市原町区線の泉公海道近くにあり、近くには水田地帯が広がっている。樹高は約8メートル、根回りは約3メートルで、四方に広がった枝の幅は約1 4ルに及んでいる。黒松の新葉は通常日本で一体となっているが、この松には一葉だけのものが混じっていて、 学術的にも貴重なものとされ、一葉松の名がついた。かつて、武蔵坊弁慶がこの地で長者屋敷を焼き払った際、燃え盛る屋敷の様子をこの松に腰掛けて眺めていたという伝説があり、弁慶の腰掛け松、弁慶章の別名でも呼ばれている。大正時代までは、松がもう一本あったが、腰したためこの松の実が残されていた。福島県では、 この末を1955年12月27日に県の天然記念物に指定している。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波は海岸線から 1.5km 内陸に入ったこの地区をも襲い、付近は約 1.5m も冠水して多くの民家や樹木が流されすぐ近くにテトラポットが打ち上げられるなどの被害を受けた。 泉の一葉松はこの事態を耐え抜き、ほぼ原形をとどめている。周囲の田畑は津波による塩害の影響を受けたが、一葉松は特に塩害の影響は見られず、生育状況は順調である。泉の一葉松と同じく津波を耐え抜き、奇跡の一本松として知られた岩手県、陸前高田市の高田松原の松は、根が腐ってしまい、蘇生が絶望的なだけに、 南相馬市文化財課の職員は、よくぞ枯れなかったと感心していた。東北地方太平洋沖地震の後、福島第一原子力発電所事故の影響により、緊急時避難準備区域に指定された原町区では、2011年9月末に指定解除になった後も、2012年1月の時点で、住民のほぼ半数に上る、約2万2000人の人々が地元を離れて暮らしている。 南相馬市は、泉の一葉松を、戻ってくる住民のために、地域の復興シンボルとして、残そうと、市中の交換などで手厚く保護する方針を決めている。ABCD、居住、巨木85ページ。ABCDEFGHIJKL、読売新聞2012年1月10日付長官、第14番、第34面。 ABC 店に向け広げる両腕みの一洋賞2010年6月26日福島民放ウェブサイト2012年1月14日閲覧 ABC 線の一洋松美島電子辞典2017年3月7日閲覧 ABCD 原町の文化財1南相馬市ウェブサイト2017年3月7日閲覧 A.B. 南相馬市の今5月2012年1月14日、閲覧。奇跡の一本末。蘇生は絶望的記念碑として保存へ。朝日 .com。オリジナルの2011年12月14日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0<タッ>1 1 1 2 4 0 4 1 0 1 8 h t t p w w w a s a h i c o m n a t i o n a l u p d a t e 1 2 1 3 t k y 2 1 1 1 2 1 3 0 5 2 1 h t m l 2 0 1 2年1月14日閲覧 奇跡の一本末保護断念、海水で、根が腐り。読売オンライン、オリジナルの2013年1月11日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ20130111204128 20スラッシュ http www. 読売 COJP ナショナルニュース。 20111203イト 1T01004HTM2012 年1月14日閲覧。ありがとうございます。